ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に向かっております。そして向かう先はですね、成田航空科学博物館というところですね。今現在茨城県を走っておりまして、昨日大洗に宿泊しました。その帰り道に、今からですね、成田の方に向かっております。前回成田空港近辺に宿泊した際に、成田航空科学博物館の前売りチケットを実は買っちゃってて、その後休養が入って行けなくなっちゃったんですよね。なので、大洗からそのまま成田の方に向かって、家へ帰ろうかなという流れでございますね。いやー、茨城県のドライブ楽しいから、ここから約1時間半近くかかるんですけど、楽しみながら、空港に向かいたいと思います。デイ、Google ナビ最高っすね。なーにこの道、めちゃめちゃいいわ。映画の世界っすよ。夏独特の雰囲気ありますね。航空科学博物館着きました。すげえ混んでるね、平日なのに。結構スクールバスとかもあるし、いやー、では中入ります。駐車場の裏手に空飛ぶ学び屋ラボがありましたね。入ってみるか。飛行機来たー。近いわ。JAL だ、JAL。もう一つ施設がありました。成田空港空と大地の歴史館、入ってみます。本当に歴史が見れる。大変だったらしいですからね、空港を作る上で。すごくないですか。反対同盟の方々が鉄塔を建てたらしいですよ。いやー、あまりに壮絶な歴史背景がありましたね。あまり知識も私はありませんので多くは語りませんけれども、一度見た方がいいですね、これは。すげーマジで。では本館メインの方に向かいますか。団体さんがすごい。入館しました。いきなりすげえぞ。すげえ。これはすげえ。大迫力。ジェットエンジンですね。超でかい。伝わらないだろうな。伝わらないでしょうね、映像から。タバコで例えるんだったら何個だろう、50万個ぐらいかな。機体の輪切り、2階建てだ。客室入れるぞこれ。おほほ、人いない、人いないわ。これもまた貴重な体験。ギャラリーだっけこれ、なんだっけ。普段入れない場所ですね、裏側。おお、これは貴重ですね。ギャレーだっけ、あれ忘れちゃった。触りたくなるね、いろいろ。触っていいのかな。
あ、触れるわ。あららららら、いろいろひねりたくなる。とりあえずひねっとくか。これ絶対来た方がいいよ。ここクソ楽しいわ。コックピットっすね。ここはさすがに入れないけど、狭いね、思ってたより。全然この席がおそらくエコノミーで、プレミアムエコノミー、少し座席が広くなってるかな。そうだね。でビジネスなるとまた椅子が豪華になり、広くなり、肘置きも広いのかな、よくわからんけど。あ、足の部分も全然違う、オットマンみたいな。そしてファーストクラス、ベッドになりますね。ベッド記念に転がっときますか。これがファーストクラスの目線ですね。広いな。家だ家、勉強部屋です。こういう飛行機の模型見てるだけで楽しいよね。ゼロ戦ありました。乗っていいのかな、乗ってみようかな、記念に。ゼロ戦内部、おお、照準があって、これ操作して飛んでたんだもんな。すげえな。クータンだそうです。成田空港の全貌ですね。ジオラマめちゃめちゃでかい。あ、ホテルとかあるな。前このアートホテル成田に泊まりましたね。でここからぐーっとバスに乗って空港に行きましたね。音の体験ルーム、今誰か入ってるみたいで入れないですけど、制服で記念撮影。え、パイロット顔を撮影するの。できました。これ面白くないですか、スーツケースの旅だって。スーツケースの行方をあのモニターで映してるみたいですね。外へ出ました。体験館展示室、体験館ホール、入れんのかな。そして外を見てみたら、え、これあれかな、これでシミュレーターなのか、これがシミュレーターなのかな。もちろん有料ですね。フライトシミュレーター受付中、こちらは調整中。ただいまフライト中って書いてるわ。この空幕の中でフライトシミュレーターやってるのかな。このボーイング結局どうやって中に入るのか分からず、ここから去りたいと思います。館内の方はだいぶ見終えたので、あとは展望デッキとかレストランがあるのかな、そちらへ向かいます。展望デッキ全く人いないのでチャンスだ。外にもいくつかヘリコプターとか小さな飛行機が展示されてるみたいなので、後で見に行ってみますか。空港見えた。
そして見えますか、フライングホヌがおりますよ。ここ眺めいいね。あとはこの天守閣、レストランかなきっと。見てみるか。なんでこの建物、そこの出っ張り作っちゃったんだろう。見事にね、この出っ張りと被って見えないんですよ、空港が。一機今飛び立ちそうなんですよね。見えるかな。もう見えてないんだけど、カメラ越しで。これっす、見えますか。せっかくなので離陸シーン見ますか。あー飛んできてるね、近づいてきてるわ。来た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 。どんどん加速していく。かっこいいよな飛行機の離陸シーンって。どんどんでかくなってきてるね。飛んだ。これはどこの航空会社ですか。大迫力。レストラン来ました。これは早いもん勝ちでいい席が取れるみたいで、私の席はちょっと角度悪いね。こんな感じですね。見えないよな、ギリ見えないんだよな。奥の方行けばね、もっとちゃんと見える。こういうところで食べる醤油ラーメンいいよね、絶対うまい。うまかった。腹減ってたからむさぼり尽くしてしまった。5階行ってみますか。5階、管制塔。管制塔かっけえな。そしてここが一番やっぱ眺めいいね、5階が。やはりあとこれあれだ、さっきの。最後に外にある飛行機を見に行きましょうか。すごい、このフライト体験、こんなのあったんだ。中まで見えるかな。さっき見たボーイング見れましたね。ただこれ入れなさそうなんだよな。なんで？あー、有料ツアーでしたね。外来ました。ちょうど人がいない。もう団体さんが今日多すぎて大変だったな、見るの。どれ見ようかな。もともとこれ入れたんだね。料金箱って書かれてるんだよな。今は塞がれてるけど。これは確かにね、中見たいね。中少し見てみたいです。興味深い機体がたくさんありますもん。というわけでいかがでしたでしょうか。航空科学博物館
すげえ来てよかったです。マジで来てよかったです。ただ事前情報はねある程度、得てから来た方がいいかなと思いましたね。フライトシミュレーターとかその辺乗りたかったけど混んでたり、時間が合わなかったりして乗れなかったんで、その辺はちゃんと調べてから来た方がもっと楽しめるかなっていうふうには思いましたけど、飛行機に別に興味ない方とかが来てもね全然ここ楽しいと思います。家族連れも老若男女、いつも言いますけど老若男女来ても全然楽しめる場所ですので、ぜひ皆様来てみてください。というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価していただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。